はい、カット。カット。オッケー。オッケー。はい。はい、じゃあ行ければ、はい、お願いします。はい、18135、よーい、スタート。この名刺。お願いします。参りました。はい、待ってます。はい、プロデューサー、ローリチン、サムジング、よーい、スタート。今回の撮影を終えてみて、感想をお願いします。まあ、とにかく、まあ、緊張しました。やっぱチェックなんて一生懸命やらせていただこうと思って、本当に緊張しました。一番緊張しました。朝日さん、緊張されてたんですね、今日の撮影。あ、やっぱりな、慣れてないんで緊張します。失礼に当たる中断。
多分まあ僕らが見てた印象としてもう最初のあのゲートが開いて入ってくるところあたりなんかが一番緊張されてるかなって。そしてもう、まあ、ずっと緊張してましたもうタイミングわからないんでやっぱ本当そうですよね、経験がないんで初心者は頑張るしかない。ところがやっぱり格闘シーンになったところから多分みんな気づいたと思うんですけど、すごい目が変わったっていうか、自分のフィールドに入ってきた瞬間から急にこう変わったという空気が感じました。そうですか。はい、もうひしかめてやってただけです。本当にそれだけです。それと、まあ、これちょっと僕の感想なんですけど、すごい迫力でした。そう言っていただけるとありがたいです。正直言うとちょっと一瞬僕怖かったです。あと庄司がそこそこポテンシャルあるんで、あのかなり力入れていけられたのかなっていうふうに見えたんですけど、やっぱり全然手加減ですか今日なんかは。いや手加減っていうか、庄司のあの庄司さんあの運動されてますよねそれは感じたんで、ああ普通何もやってない人ってやっぱどんなスポーツでも大変だと思うんで、あんだけ対応できるのはこんな人運動してしてるんだなって、やっぱ体もちゃんと強かったしその中でどうこういう中でお見せできるかと考えなくてはならないんで。じゃあ今日は結構本気を出された方の撮影。いや本気というか僕の場合はもう本当に今そういうことやってないんで、近所のたまに走るぐらいなんで、自分がバテないかは心配してましたでもやっぱり本間もの格闘家の方なので、たとえブランクがあったとしても、あの入り方とかもうなんか全然スピード感キレが違うなっていうのは、まあ一素人として見た目で感じてました。でもそういうのって例えばこういう撮影のお仕事も例えば30年ぐらいやってたらほっといてもなんか出ちゃいますよね。ただそれだけですよねもう何もしなくて僕らは日本語喋るようにでも自分でやっててめちゃくちゃですもん。おっしゃる通りだと思います。あのもう体に染み込んでるものなんで、スタートって出ればすぐ行けるんだなっていうのを見てて、体を動かすってことはあのスタミナのそれ現役とは全く違うって、どんなスポーツでも加味してほしいな失礼ですけど朝日さんはおいくつになられるんですか。47です。現役を引退されてから本当に僕の中で現役引退したのは2000年だと思うので多分15年ぐらいまあ、映像の中ではあのかなり、激しいこう格闘シーンが今日は撮影できたなっていうふうに我々撮影クルーは感じました。あ、そう言っていただけるとありがたいです。今僕的にはそういうことしかできないんで。いや、さすが庄司がキャストした方だなっていう。とにかく僕最初のお話した通り全然朝日さんのことどころかプロレス格闘全体知らないものですから、庄司がねすごい人を来たのあのキャストしたんだよ、すごい人がキャストしたんだよってずっと言ってて、まあ、自分のこと言うのは確かに90年代は僕が多分トップの一人だったと、世界でもトップの一人だったとは思います。ただそれは過去は過去なんでやっぱりそう言っていただけるのがありがたいんだけど、あとはそういうことに恥じないことをしないするようにしないと、頑張らないとそう言っていただけるよりやっぱ緊張感渡ざるを得ないと主参加は何も生まれないんだみたいな。頑張りました。ロール8、3の26キックボールド、用意スタート。あとボールド、ボールド、ケツボールド、ボールドお願いします。はい、5万円。はい、回りました。お、皆さんにお貸します。うん、よーい、
スタート。携帯鳴りました。セカンド、あのセカンドコイフォーム、そうですよね、新鮮。うわ懐かしいな、ここ思い出の公園です。朝日昇さんです。ありがとうございます、本当に。いや面白かった、ありがとうございます。ここで見せて、あれ完成までやるよ、面白かった。イエーイ。あ、キジンポーズさんいいですか。いつもこうやってくる、どうぞ、左でしたっけ、キジンさんポーズ左でしたっけ。分かってんの、分かった、分かってんだ。え、知らないよ。ありがとうございます。OK。